沖中進は、日本のテレビディレクター、テレビプロデューサー、朝日放送グループホールディングス、代表取締役社長、大阪市出身。大阪教育大学附属池田高等学校を経て、1978年、一橋大学経済学部を卒業後、ABC 朝日放送に入社。テレビ制作時代は、バラエティ番組のディレクターや、 アニメ番組のプロデュースなどで活躍した2000年朝日放送経理局財務部長2005年経理局長2011年取締役経営戦略室長移植2014年常務取締役ビジネス戦略や海外ビジネス等を統括し2015年ベンチャーキャピタルの ABC ドリームベンチャーズ初代代表取締役社長兼務2016年には アニメーション事業、海外事業、ライセンス事業を事業分割して、朝日新聞東京本社内に設立された、ABC アニメーション初代代表取締役社長、ABC インターナショナル初代代表取締役社長、ABC ライツビジネス初代代表取締役社長、及び三社の中間持ち株会社である ABC、フロンティアホールディングス初代取締役会長兼務。 2017年シンガポール ABC ホライゾン社初代、マネージングディレクター兼務。2018年朝日放送グループホールディングス、代表取締役社長兼 ABC、フロンティアホールディングス取締役会長、朝日放送テレビ取締役、テレビ朝日ホールディングス取締役、テレビ朝日取締役。沖縄かすすむ。 朝日放送グループホールディングス沖中進むし2017年12月7日付、日本経済新聞新任代表取締役の略歴朝日放送株式会社、朝日放送 HD 役員人事内定2018年2月8日5時、ABCD 朝日放送が事業分割でアニメビジネス会社設立 ABC アニメーションアニメアニメ2016.310 わてらも投資やりまっせ。関西の朝日放送が12億円のファンドを設立。TCE2015 年6月25日。朝日放送 KVC。米ベ,ベンチャーに。出資2015年12月7日0時3分日本経済新聞。朝日放送が、事業分割で、アニメビジネス会社設立 ABC。アニメーションアニメ。アニメ。ビーズ2016年3月。東北非会社分割による。 放送関連事業の中間持ち株体制への移行及び新社設立について朝日放送株式会社会社分割による放送関連事業の中間持ち株会社体制への移行に係る九州分割契約の締結について朝日放送株式会社会社概要 ABC フロンティアホールディングストップメッセージズ ABC ホライズンハットシンガポールに 現地法人、ABC Horizon ミテッドを、設立朝日放送株式会社認定放送持ち株会社の認定等総務省役員の移動に関する、お知らせ朝日放送グループホールディングス。会社概要、ABC フロンティアホールディングス。代表取締役及び、取締役の移動並びに子会社の役員人事に、関する、お知らせ朝日放送株式会社。 役員一覧朝日放送テレビ、テレビ朝日ホールディングス2018年5月10日府、日本経済新聞、人事テレビ朝日ホールディングス毎日新聞2018年5月10日、東京長官。ありがとうございます。